第10代ウエストモーランド伯爵ジョン・フェインは、イギリスの貴族、政治家、ガーター勲章勲爵士、数密顧問官。父が、ウエストモーランド伯爵となった1771年から、自身が就職する1774年までは、バーガー主教の儀礼称号で称された。第9代ウエストモーランド伯爵ジョン・フェインの長男、ウストミンスタースクール、チャーターハウススクールを経て、 ケンブリッジ大学、エマニュエル・カレッジで学び、1778年に修士号を取得。ケンブリッジでは、後に、クロイン主教となるウィリアム・ベネットが彼のチューターを務めたほか、ウィリアム・ピットと知域を得て、修正の友人となった。1774年に、父が死去し、第10代ウェストモーランド伯爵となる。貴族院では、トーリー島に所属。 1789年1月、首相を務めていたショーピットによって、第2代、ウォルシンガム男爵トマス・ド・グレイと共に、郵政大臣に任じられた。同年10月には更迭された初代バッキンガム公爵、ジョージ・ニュージェント・テンプル・グレンビルの公認のアイルランド総督となり、同時に、数密顧問官に劣勢られた。彼は、カトリック解放に反対していたため、 カトリック勢力との妥協を図る、ショーピットによって1794年に解任された。なお総督在職中の1793年に、ガーター勲章を授けられている。1795年から1798年まで、ショーピットの下で締名頭となり、1798年に王子少書として入閣した。以後彼は、ホイック等の初代グレンビル男爵。 ウィリアム・グレンビルが政権の座にあった1806年から1807年にかけての短い期間を除き、5人の首相の延べ6、内閣で30年近くにわたって王子少将を務めた。1841年にイースト・サセックス州ブライトンで死去し、ノーサンプトンシャー州アペソープに葬られた。彼は生涯に2度結婚した。最初の妻は銀行家。 ロバート・チャイルドの一人娘であったサラ・アン・チャイルドで、1782年5月20日に、スコットランドのダンフリーズ・シャー・シューグレト・ナ・グリーンで、駆け落ち結婚した。彼女は、ロバート・チャイルドの唯一の相続人で、後に、遺産の大半は、長女のサラ・ソフィア・フェイに渡った。サラとの間に、以下の子供を設けた。サラと1793年11月9日に、死別した後、 1800年3月24日に彼は医学博士リチャード・ハックス・ソーンダースの娘であるジェイン・ソーンダースと結婚した。ジェインとの間に以下の子供を設けた。ありがとうございます。